こんにちは、シムです。指導対局、高野先生、行ってみましょう。いるのかな？実現するでしょうか？したら嬉しいな。おお、取れてますね。OK。お願いします。なんか、涼しくなったり寒くなったりで、大変な日々だなぁと、最近感じます。将棋の英語で対局をちょっとやっていこうと思っていて、その対局をなんとかしていけないかなと思っています。まあ、それぐらいですかね。なかなか難しいですね。壁ドンが来てちょっとなんかうざいんですけどね。ちょっとすいません。角換わりさせてくれますかね。ボリュームが小さいのでボリュームを大きくさせていただきます。すいません、ちょっと見にくくて。角換わりだね、完全だね。先生は形を決めてまいりましょう。端歩を挨拶してくださいますでしょうか。挨拶してきます。桂馬打つのところを作っておきまして、落ち着いて刺しましょうね。あー、なるほど。玉を1手2手とか囲えるといいんですが、囲えるかな、囲えないかな。先来そうだよね。一回下げてみましょう。一回まず受けましょう。頭に歩ですかね。多分それでは脳がないと思うので、なんか銀で来るのかな。長考ですよね。方針決めるとこなんで。取る一手で。おお、なるほど。まあ、桂馬跳ねるしかない一手だと思いますね。桂馬跳ねましょう。
さあ、歩先、あれですね、飛車先の歩を突き捨てておきたかったですね。間に合うんかな。先に突き捨てておきたい。どっかで痛い一手になりそうな気がするんだけどな、この角をね。これでいけると思うんですけど、先生がなんか凄まじく早い手を用意してられてますかね。丁寧に受けましょうか。一回取ってくるかな。これだから飛車のこの なんていうんですかね、3筋の歩を突き捨てたいんですけど、突き捨てると桂馬取ってくるんですね。で王様取られちゃうんだよね。歩取ってって取り返した時に、だからコツ避けるしかないんだろうけど、これ打開策が見つからないんだよね。相手これ勝負にいかんとしょうがないんかな。下げる以外にしょうがないですかね。上がったらあれだもんね、上がったら取られちゃうから、もう下げるしかないんだろうけど、下げてきた時にそこの歩取ってくるよね。間に合わへんくなるよねこれね。中央の歩取って、うんだよね。さっきのだから横にずらしたのに問題があったっていうことになっちゃうんだよな。危ない形だな。歩できますかね。逃げた方が、一回逃げておくしかないですね。明らかに劣勢ですね。いやですよね。5分。
これくらいしか思い浮かばないんですが、なんかすごくいい手を用意されてますかね。うん、取ってくるよな、さすがだよな。しか持ち込まないという、なんとすでにもう大劣勢です。なんとなく直感で選びます。筆で取る一手だと思うんですが、金で取る一手な気がしますが、避けた方がいいのかな。ああ、なるほど。3分。金で取ったりするとですね、6筋に角を打つ手は、5筋、6筋に打つ手が出てくるんですね。うまいな。危ないな。2分30秒。頭風ですかね。飛車の頭に風かな。おお、違う。2分。まあ、攻めましょう。せっかくなのでタイミングと思って。おお、そっち行くんすか。ですね、頭から来るのかな。はあはあはあ、なるほどね。1分30秒。まあ、時間がないのでもうさっさと。頭風ですよね。で飛車か。あー、こう、そうか。で下がるしかないんだと思うんだけど、どうなるこれ。
純粋に下がった方がいいのかな。純粋に下がった方がいい気がする。横に避けたら、ま、あの角の位置がやばかった。桂馬もやばかった。今どれ取ってもやばいんだけど、どれ取ってもやばいんだけど、まだこれがマシだった気がする。で、金で来るので、とりあえず30秒。金取られたらもう投了します。いいところなしでしたね。そうですね、20秒。はい、投了します。ありがとうございました。参りました。大差すぎてあれですかね、つかないですかね、これで。終盤力測定不能ですね。では一旦切らせていただきます。はい、それでは、高野先生との対局ですね、高野聡先生との対局振り返っていきましょう。で、序盤6段、中盤2段、終盤測定不能ということで、まあ、3段というのがついてます。まあ、そこそこ悪い将棋ではなかったんだろうと思われます。で、焦点となったところなんですが、だいたい3手振り返るんで、戻してるんですけど、まあ、そうですね。まあ、だいたい、まあ、回戦始まるところここなんですけど、まあ、ここから、6筋の歩、先生がついてきたところです。そこを固めに、金を上げました。じゃあ、歩取りましたよ。何で取りますか？で、私は銀で取ったんですよね。で、以下これまあ手順通りで、ここに角を打って、で、8筋に角が作れるという筋があるんですよね。で、よく考えなきゃいけなかったんですが、という流れになっていきました。で、そうではなくてですね、この手ですね、この時点でですね、一応コンピューターの正解なんですけど、66金と取ってください。そこから、まあ、玉下げて、金下げて、角打って、銀下げて、桂馬跳ねて、という戦いですね。これだとまだ互角でいきますよ、と。で、以下、55銀と出てですね、63歩が結構そうですね、急所で、これ、すぐかわさないんだなと思ってちょっと驚いてるんですが、取ったら、結局この6三歩取っちゃうとですね、7二に角が打ててしまうんですね。そこの急所の角が残るので、多分取らないでいったんですね、これ。という展開になってます。まあそうですね、まだまだ戦い続くだろうなと思います。同銀の同角の、その瞬間に6二歩成りなのかなと思ったりしてますけど、多分取ってこない歩だ、6三の歩は多分取ってこないんじゃないかな、もしくは6一に金下げるかだと思うんですが、なので、まあ、この展開になっていくと思います。で、先生から指摘があったんですが、ですね、どこだったかな、50手目ぐらいだったかな、そうですね、ここの
次の一手のですね、三五歩という手ですね。三五歩の手はあまり、三五歩を打たれて、まあ、ほっとしたという話で、先生としては七五の歩をついてきた方が、ここで嫌だったということでした。七五歩と打つとですね、まあ、角なった時のですね、角を引く場所がなくなってしまうんですね。で、系統も攻められていくということで、ちょっと嫌だったんだけど、違った手を指してきたね、ということを指摘されました。以上です。というわけで、高野先生との対局でした。いいとこがなんかまるでなかったなぁと思ってたんですけど、実はメッセージをいただいた時に、こうなる展開が嫌だったとまあ書かれてて、ああ、それなりになんか手順がまだあったんだなぁということを気づかさせられました。不利だと思ってもやっぱり、きちんと手順を探していけば何かあるのかもしれないということを感じた一曲でした。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録ボタンとグッドボタンをお願いいたします。それでは次の対局でお会いしましょう。